脅威でもなさそうね。何を使おうか。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。なんだ余裕余裕。何を使おうか。一気に行くよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。まだまだ成長途中のようね。何を使おうか。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。なんだこいつらかよ。何を使おうか。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。さあ始めるよ。一気に行くよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。もっともっと強くなるぞ。まだまだ成長途中のようね。なんだこいつらかよ。何を使おうか。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。まだまだ強くなれそうだぜ。こいつらかよ。さあ始めるよ。一気に行くよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。へっやってやるぜ。連続よ。そこふっはっおりゃ。連続よ。正解連続よ。おりゃ伸びる。大丈夫いけるか。のおりゃ。そこ伸びる。背中は任せろ。伸びろ。正解連続よ。そこ正解連続よ。伸びろ。正解連続よ。そこ何を使おうか。
変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。もうちょっと分かりやすい情報が欲しい。どこへ向かうつもり？ここくらいなら平気。どこへ向かうつもり？ここくらいなら平気じゃないかな。ねえ、どこに行くのさ。ここくらいなら。どこへ向かうつもり？ここくらいなら平気。街の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。準備っと。あ、分かっちゃったかも。これの情報は。昔の人は本当に白月にそんな効果があると思ってたのかな。狂気、永遠不滅、不老、血と感情が通わない。嫌
な想像しちゃった。そんなに強いの？でも倒せないから封印っていうのも怖いな。何のことかさっぱり。そもそもこの人何を求めてたんだろう。回復しながら魔法を使ってるのかな。こんなの無茶すぎる。なるほど、こういうことね。私が知ってるのは、これはないかな。これはないかな。これは、違うかな。これはないかな。これはないかな。これは、違うかな。これの情報は、これはないかな。これは、違うかな。違うかな。一体地下神殿で何が起きてたの？私が知ってるのは、こういうことだね。これは、違うかな。地下
神殿で使うための薬が入ってたのかな。私が知ってるのは、これなら意味が通るかも。私が知ってるのは、私が知ってるのは、ラゴのところだけどうしてあんなに砕けてるんだろう。私が知ってるのは、錬金術師始まりの地？そんな場所があったなんて。なるほど、こういうことね。つまりこういうことだね。これの情報は、おう、どこに行く？よし、お邪魔して平気？もちろんですよ。ありがとう。近くまで来たからちょっと寄ってみただけなんだけど。お見舞いに来てくれたの？ええ、やっぱり前よりは元気がないみたいね。けど、今はまだ寝てる時間が長いくらいかな。
何？あなたもだいぶ参ってるみたいね。あ、そうかな。ええ、気持ちはわからなくはないわ。けれどこんな時だからこそあなたがしっかりしなければならないの。あまり根詰めすぎないようにした方がいいわ。あなたが潰れたらおしまいよ。ありがとう、セリさん。そうならないように気をつけるよ。早く元気になってね。何にしようかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。これで竜の心臓を動かせるはず。大丈夫だよ、フィー。本物の血じゃないからね。ねえ、ライザ。竜の心臓を動かすと、あの遺跡が機能するようになるんだよね。まさかとは思うけど、例えば遺跡の竜自体が動き出すなんてことにはならないかな。それは大丈夫でしょう。だってあれ完全に作り物だったし。もし何か動くとしたら、例えば遺跡の内部に仕掛けがあってみたいな感じだと思う。うん、私が見た遺跡の記憶でもあの竜が動いてる様子はなかったかな。それならいいんだけど。それじゃあ、荒野の遺跡に戻ろう。君たちは？重大なことを思い出してくれ。どんなさまつなことでもいい。そうだ、どうしてこんなこと忘れていたんだろう。みんなに伝えないといけなかったのに。それはなんだ。それは一切考えていなかったわけではない。わけではないか。このままでは危ない。急いで伝える必要がある、ライザたちに。
どこに行くの？ここくらいなら平気じゃん。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。こいつらかよ。さあ始めるよ。一気に行くよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。心臓が動き始めたぞ。それじゃ、つまり、はい、おっ、壁の竜骨が動き出した。お、待って、今谷の下の方で聞こえたよね。結構大きい音だったみたいだけど、これで奥に進めるようになったんだよ。行ってみよう。
だこいつらかよ。そこ、さあ始めるよ。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。まだまだ強くなれそう。成長できたかな。まだまだ成長途中のようね。楽勝楽勝。さあ早く進もう。世界から切り取られて時間が停止してしまってるみたい。こういう神秘的な光景を目の前にするとトレジャーハンターをやっていてよかったと思えるぜ。どうしてここだけこんなことに。ライザさん、夢で何か見ませんでしたか。わかんない。夢の中でもここには来てないし。魔力のせいよ。ここにはなぜか氷の魔力だけが流れ込んできている。そのせいでこの谷は氷結してしまったのよ。ライザが寝言で言っていた魔力バランスが崩れたことが関係してるみたいね。地上だけじゃなくて地下もこんな状態になってしまうなんて。とにかく今は先に進もう。遺跡の中心はきっとこの先にあるから。この遺跡や地上を元に戻せるかどうか考えるのは全部終わってからだよ。やっぱ大勢で賑やかに冒険するのが一番楽しいな。
いではなさそうね。一気に行くよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。楽勝。さあ早く進もう。整理した方がいいかも。ワクワクするね。発見。ライザ、あれ見て。あれはあの水晶だ。ほら見て、フィー、あれがあればきっと元気になるよ。フィー、ライザ、早くフィーちゃんにあの水晶を。Yeah.
ライザは無事か？ライザ、大丈夫？フィーが教えてくれたから。どうやら簡単には手に入れさせてくれねえみたいだな。ああ、けど引くわけにはいかねえよな。その水晶はフィーを元気にするために必要なの。だから邪魔しないでよ。絶対に負けないんだから。さあ連続よ。俺にかかりゃこんなもんさ。まだまだ強くなれそうだぜ。もっと強くなるぞ。ちょっとは成長できたかな。成長途中のようね。やったわ。これでフィーを元気にしてあげられるね。いつまたフィーが倒れるかわからない。
早く水晶のところへ行きましょう。うん、フィー、もうちょっとだからね。からどんなことがわかるかな。
さあフィー、これで元気になるからね。さんにアンペルさん、どうしたんですか、そんな血相変えで。ライザ、ダメだ、そいつに触れたら。え、アンペルさん、やっと元気になったみたいだ。よかった、やっぱりフィーはこうでなくちゃ。これで全ての鍵が開いてしまった。なんてことだ、恐れていた最悪の事態になってしまうとは。どういうこと、二人ともそんな顔して。順を追って説明したいが、ここで長話をするわけにもいかん。一度町へ戻ろう。そこで私たちの知った真実を話す。私の調査が正しければ、この王都のほど近くにある遺跡、壁画が描かれていたあの大遺跡の奥に異界への門がある。マジかよ。あの遺跡の扉は他の5つの遺跡にある鍵によって閉じられている。壁画の内容はそういうことだ。でも鍵って、他の遺跡にはどこにもそんなものなんて。それぞれの遺跡の奥に水晶があっただろう、あれが鍵だ。正しくはあの水晶が持っていた魔力が鍵だったと言った方が良いか。あれはまさしく異界にある魔石で作られていた。もっともあそこまで巨大なものは滅多に見かけないがな。詳しい仕組みまではわからないが、あの水晶に魔力が宿っている間は大遺跡の扉には鍵がかかっている。しかし何らかの方法で魔力の供給を閉ざした時、あるいは魔力そのものが失われた時、鍵が開く。どうなるってんだよ。あの壁画のあった場所だ。あそこに行けば扉が開いている可能性が高い。そうか、伝承の五風の先に砦でありってそういう意味だったのか。遺跡の数じゃなかったんだ。そんな、だって私はフィーが元気になるようにって、元気になって嬉しいなって思って。それであれらの遺跡を作った当時の連中も、まさかこの生物がこちらの世界にいるというのは想定外だったんだろう。異界の魔力がなければ長くは生きていけないからな。だが扉が開いたこと自体は別に大した問題ではない。問題なのは大物のフィルスサが目覚めている可能性があるということだ。そんな奴がいるのかよ。それってあの虫歯みの女王みたいな奴、3年前に何とか倒したあの。それを上回る可能性すらある。とはいえ伝説でしかない。確証は何もないが。私もその話は知っているわ。でも私は役目が違うからそこまで詳しくはないけれど。二人とも知っているとなると、そういう奴がいるってのもただのヨタ話じゃなさそうだな。無論
必ずそいつがやってくるという話ではない。ただ何かが目覚めている可能性はある。どうしてそんなことがわかるんですか？虹の卵は王の目覚め、連なる巨星のたもとより緑を焦がす災い来たる。今のってずっとわからなかった伝承の箇所だ。アンペルさん、どこでそれを？湖の底の遺跡にいた星の民からだ。おかげで伝承について知ることができた。私たちが独自に調べた情報を持っていったところ、失われていた記憶が蘇ってきたらしい。なるほどな。つまりその災いっていうのがリラさんたちの言う大物のフィルフサってことか。伝承の他の部分もその内容はどれも真実のようだった。ならば災いというのも何かの真実について書かれていると考えるのが自然だ。虹の卵は王の目覚めっていうのは？王の目覚めって、この部分がフィルフサの大物が目覚めているかもって言った理由か。あと私ちょっと思い出したことがあるんです。ライザさん、最初に持ってましたよね、虹色っぽく光っていた石を。それってフィーの卵のこと？もしかしてフィーが卵から帰ったことって何かに関係しているんじゃないでしょうか。フィルフサの王が目覚める何かのきっかけになったのではということね。ということはまたフィルフサがこっちにやってくる可能性が？ないとはとても言えない。なんとかしなきゃ。まずは本当に扉が開いているのか確認しないと。行ける場所が広がったよ。ここならのんびり行け。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。どこに行く？推理をまとめてみよう。推理開始。ちょっと考えてみよう。これの情報はこれ
錬金術のレシピに似てる。もしかして私にも作れちゃうかな。推理開始。私が知ってるのは、ずいぶん大きな杖。昔の魔法使いはみんなこれを使ってたのかな。してるみたいだけど、肝心のものが描かれてないなんて。まさか魔法で星を操ってるの？いくらなんでもそんな。これの情報は、魔力があふれる大気？まさか公式ヘル？これはないかな。これはないかな。反転させたからここはこんな状態になっちゃったのかな。私が知ってるのは、これなら意味が通るかも。難しく考えすぎてたみたい。やった完成。謎が解けた。どこか行きてえのか。よし、thank you。